はい、こんにちは。レトスノーノです。9月21日の3問に入る前にえ、本日は過去の合格者からのアドバイスをさせていただきます。え本試験に向けて模試を活用されていますでしょうか過去の合格者から今年受験する方へのメッセージを転記させていただきます。参考にしてください。この時期に模試を受けながら不安に陥ったお話をしたいと思います。それはケアリスミスについてお話ししたいと思います。模試を受けた後、 えー、これ分かっていたのにちゃんと読めば解けたのにあ最後まで読んでいなかった受験生なら一度は味わったことがあると思いますが問題を解いている時には自分では全く気がつかず解答解説を見て悔やむパターンです解説を読んでもテキストを読んでみても理解できているのになぜだろう23問ならともかく3から5問あるのは問題です要注意です 私のケアレスミスの原因はこうです。よかったら参考にしてみてください。1つ目、問題を解くのが早すぎる。2つ目、最後まで文章を読まずに決め打ちしてしまう。3つ目、問題に書き込みをしないで頭の中で処理をする。結果、ケアレスミスが多くて悩んでいました。このやり方はやはりお勧めできません。私はどうしたらいいのか勇気を出して、 成績ののいい方の問題用紙を見してもらいどのようにして解いているのかアドバイスをもらいましたその方は問題用紙に線を引いたりポイントとなる用語に丸をつけたり破線を引いたりしていました手を動かしながら解くことで意識して文章を読むようになると教えてくれました早速真似をしましたが最初はなかなかなれなかったですししししかし繰り返し意識ててやっていくことで 不思議とケアレスミスがなくなりました本当に意識改革をしなければなかなか改善できませんでした私と同じような方は必ず何か原因があります原因を考えてケアレスミスを特定に変えていくような復習をしていかなければなりませんどうすればケアレスミスがなくなるのかケアレスミスで悩んでいる方は参考にしてくださいそしてこれから先の模擬試験などケアレスミスをなくす努力をしていきましょう 必ず答えは見つかります今日も合格に向かって頑張っていきましょうそれでは本日の3問に入っていきます土地の所有者はリンチの所有者と共同の費用をもって境界を表示すべきものを設置することができるルかツかという問題です考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください答えは丸ですね境界表の設置はリンチの方と折半 いわゆる半分ずつですね、費用を負担します。つまり、境界標設置に10万円かかったとしたら、リンチの方と5万円ずつ負担するということなんですね。で、この境界標ってどんなものかなんですけれども、こちらがある設計会社のサイトなんですけれども、これらすべて境界標です。まあ、こういったものですね、あのリンチとの境目だったりとか、道路との境目、自分の土地と道路の境目。 えおよび自分の土地と隣のえ土地の境目とかそういったところにこんなもの埋まってたりするんですねこれが全て境界表になりますでは問い2ですね「えっけん氏が登録の移転をした場合その移転後の取引支障の有効期間は登録の移転の日から5年である」「丸か×か」という問題ですえ答えは×ですね登録の移転の日からではありません 登録移転により新しい取引証を交付してもらった場合、有効期間っていうのは、従前の取引証の有効期間が引き継がれます。つまり、前の取引証ですね。の有効期間が引き継がれますので、新たに5年とはならないんですね。つまり、登録移転前に取引証を3年間使用していたと。その場合、登録移転後の残りの期間っていうのは2年ですよね。だから、取引証は残り2年なんですよ。使えるのは。 この点はちゃんと頭に入れておきましょうで。個別指導では登録の移転の概要と書き換え交付申請ですね。これの関連についても動画で解説いたします。ここでは引っ掛けポイントがありますので、この点絶対に注意しましょう。引っ掛けポイントについては個別指導で解説いたしますので、個別指導の受講者さんは受講者専用のメールマガからご確認ください。で、問いさんです。準都市計画区域について、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るために必要があるときは、 都市計画に区域区域分を定めることができる。かか。これは×ですね。これは昨日の問題をしっかり勉強した方が解ける問題です。準都市計画区域で定めることができる地域地区っていうのは8個ありましたよね。8つありました。1つ目が用途地域、2つ目が特別用途地区、3つ目が特定用途制限地域、4つ目が高度地区、5つ目が景観地区、6つ目が風打地区。 7つ目が緑地保全地域8つ目が伝統的建造物群保存地区この8つですよねこの8つに含まれていれば準都市計画区域に定めることはできるんですけどもそれ以外っていうのは定めることはできないんですねで今回区域区分の話なんですけども区域区分っていうのは先ほどの8個の中に入っていませんなので準都市計画区域に区域区分を定めることはできないということになりますそしして、て今販売している予想模式は、 実際、個別指導や短期講座で教えているような解説をしています。理解学習ができていない方、予備校や通信講座、市販の過去問やテキストを丸暗記していて、理解できているか不安だという方、点数がまだ上がってこない方、こういった方はぜひ、弊社の予想模試で理解学習を体験してみてください。こうやって理解するのか、こういうことだったのか、新たな発見や理解、さらには頭の整理まで行います。 試験まであまり時間ありませんので今から真の実力をつけていきましょうレトスの予想模試についてはこの動画の下の概要欄から内容をご覧ください今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございましたレトスの小野でした今年絶対合格しましょう